してない状態、ほら。こんにちは、つむぎです。私は保育士なんですけど、ちょっと私が働いてる保育園が制服が基本なので、ちょっとねエプロンを着て私は保育したいなっていうのが憧れだったんですよ。なので今日は、まあ、ちょっとアマゾンでじゃじゃん、ちょっとエプロン買ってみました。早速ねちょっと着ていきたいなって思うんですけど、まあ、せっかくね YouTube でちょっとね面白みがあった方がいいなって思うので、ちょっとエッチな感じで着てみたいと思います。タグついてるんですけど、ちょっとその辺は気にしないと。まずねちょっと下着でエッチな感じで下着でやりたいと思います。ちょっとデブだなって思っても許してください。よいしょ。で青なんですね。ひよこもいるんだ。ひよこ？鳥だ。わかんない。よいしょ。え、どうですか？ちょっとここにひよこがいるの。見て。ひよこ。ひよこなんだか鳥なんだかわかんないけど、かわいいでしょ？こちらがこんな感じです。じゃじゃーん。それでは早速、これを着たままブラを取っていきたいと思います。まあね、言うてもね、簡単なんですよね。だって、こうやってやるだけの。え、どうしたらいいんだろう、こっから。あ、こうしたらいいのか。じゃじゃーん。で、今ね、着てない状態、ほら。ちょっと見えそうで見えない。童貞ニットみたいな感じ。こんな感じでーす。はい、ってことで、ちょっと簡単なあれだったんですけど、保育士のやってみたいでしたわかんない。よかったなと思ったらコメントと高評価といいねをとチャンネル登録お願いします。バイバーイ。